国立工芸館は石川県金沢市にある独立行政法人国立美術館が運営する美術館である。日本海側初の国立美術館として2020年10月25日石川県金沢市に開館した。移転開館当初の正式名称は東京国立近代美術館工芸館で国立工芸館はその通称としての位置づけていた。 東京都千代田区にあった従前の東京国立近代美術館工芸館から収蔵されている美術工芸作品のうち1900点以上が移転する。東京国立近代美術館工芸館の金沢市への移転は日本政府が掲げる地方創生政策の中で政府関係機関の地方移転の一環として行われるものであり、その政策趣旨を明確にするため、 金沢市に移転後も、施設の正式名称は、東京国立近代美術館工芸館であったが、2021年4月1日より、国立工芸館が正式な名称となった。また、対外的な情報発信を担う名誉館長職には、元サッカー選手の中田秀俊氏が就任した。県六園南側にある、石川県営の都市公園である本田の森公園内に位置する。 登録有形文化財として登録されている、旧陸軍大級師団司令部庁舎と旧陸軍金沢開校舎の2つの建物を移築して再利用している。なお、展示室部分は RC 作りによる新築である。施設整備にかかる費用約33億7000万円は石川県と金沢市が負担した。なお業務用を含め管内に3基あるエレベーターは全て、 北地製今回の移転で、明治以降の工芸作品やデザイン作品約3900点のうちおよそ1900点を金沢に移す。この中には重要文化財として指定されている鈴木長吉の12の鷹などが含まれる。出展報道発表資料新聞記事その他、ありがとうございます。